皆さんお疲れ様です。さっき、ホタルをね、見に行った後ね、家の裏をね、歩いていたらね、家の裏の敷地の、ところで、鬼蜘蛛の一種ですかね。鬼蜘蛛の一種を、僕のね、妻が、発見しまして、これで呼ぶのでね、来てみたらね、鬼蜘蛛がさっきね、夜間のね、蜘蛛の巣をね、作っていました。この蜘蛛はね、結構大きいんですけど、思ったよりね、大きいですよね、ほら。ほら、人差し指よりも、の先よりもね、大きいね、蜘蛛なんですけどね。結構可愛いですよ、これ。鬼蜘蛛の一種ですね。こういう生き物がね、こう存在するっていうことはね、いろんなも生き物がね、こう、いるってね、なんかね、いいですよね。なんつっていいかは、ちょっと言葉がね、ちょっとまだ酔っ払ってるのでね、ダメなんですけど、いいですよ、こういう。生き物がね、こう いたり、またね、面白いものがね、あったら、撮影してみたいなと思います。とりあえずね、もうね、夜だからね、寝ましょうね。お家帰って寝ます。明日はまた4時起きでね、頑張ります。以上です。お疲れ様です。